ハロー、ダジャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14、粒子戦争編第27回配信を撮っていきたいと思います。さて、現在、銀融指示になっておりまして、ちょっとまた若干の寄り道ですけども、モグリンさんにお話を伺っていきましょうかな。あ、その前に本日は、まあメインじゃないし、新しいお友達を出していこう。ポロロッコさんを。ポロロコさんのミニオン習得。魔法をかけられ、知恵をつけた使い魔トール。使う。ミニオンリスト。ポロロコ。老賢者魔トーヤが、トードに魔法をかけることで作り出した使い魔。50年以上にわたり、忠実に働いてきたが、このほど、広い世界を見て回りたいと、主に願い出た。これを魔トーヤが受け入れ、光の戦士と共に旅することになった。え、本人ってこと？あ、ちょっとちっちゃくない？本人としては。よし、じゃあ今日はホロロッコさんと一緒に頑張っていきたいと思う。本人の精巧なミニオンってところかな。多分サイズが違うし、違う人の扱いで。よし、じゃあ今度こそモグリンさんに話をしていこう。お主から終焉の戦火の名を聞くとは驚いたクポ。しかしあの戦火はあまりにも危険すぎるクポ。モグたちにとってあれは禁忌の歌クポ。さっきもモグ茶という名の若い銀融モーグリが終焉の戦火を探したいというから叱ったところクポ。モグ茶は怒って集落を出て行ってしまったクポ。どうやらもぐもぐホームの北へ向かったようこ。ちょっとだけ心配っこ。シャンメイさん、どうも様子がおかしい。ここは一度引いて集落の外で落ち合いましょう。ごめん、おかしい点がよくわからなかったけど。ちょっと気になるからこの辺を受けてこう。モグさん、レベル55クエスト、水場に居座る魔物モグモグホームのモグブは困ったように花を見るでしょう。困ったクポ、このままじゃお花が枯れちゃうクポ。実は水場に近づけなくて水が汲めないクポ。水場に居座るロプケンをやっつけてこの素焼きの水がめに水を汲んできてほしいクポ。おう、あとは一回戻る。裏にクエがある。いや、上かな、これ。上っぽいな。ちょっと一回ごめん、アイメイクさん、ちょっとおかしてみて。じゃあ酸素の対応です。モグリ様は禁忌と言いながら俺たちと目的を同じくするモグリの存在を教えてくれた。一体なぜなのでしょう。何か裏がありそうですね。ともかくモグチャという名のモグリが鍵のようです。集落の北を何か所か二人で捜索してみましょう。裏？だいぶ先だな。ちょっとさ、気になる上のクエストもちょっと見てみて。これって上からいける？いけるね。そうか、飛べるようになってから多分初めて。もぐみです。レベル55クエスト、内緒の穴場、もぐもぐホーム付近のもぐみるは楽しそうに何かを見ている中。もぐたちの間では人が作った金属が大流行クポ。でも、モグたちにはピカピカは作れないクポ。だからみんなはサルウーム歌手に拾いに行く。内緒だけど実は手紙の家に落ちてるピカピカの宝箱にピカピカの金属片が入ってるクポ。モグ見るのために5個ほど拾ってきてほしいクポ。ん？あ、待って、めちゃくちゃクエストあるんだけど。あ、よく考えたらしばらく来てなかったんだよね。このままメインクエちょっと話聞いてこようか。
一応ね、レベル的にはギリギリいけるんで。ちょっと服装無駄食いしてくれよかった。アルフィナ君、サシモのアイメリク教も雲海の光景には圧倒されているようだね。私も初めて訪れた時のことを思い出してしまうよ。このタイミングで。じゃあアイメリクさん、ごめん、ちょっとこんな服ですけど。なんと雄大な景色なのだ。百聞は一見にしかずとはまさにこのことだな。この感動はとても言葉で言い尽くせるものではない。私たちも初めて訪れた時は圧倒されたものです。あの時はイゼルとエステニアンも一緒でしたが。あれ、あ、なんか呼び捨てになったんだ。あ、本人いないと結構呼び捨てだっけ。そういえば誰かと思えばシャメさんか。うわ、かわいい。確か君はクポ。まさか忘れたクポ。ひどいクポ。あんまりだクポ。滝拾い役の癖して失礼すぎるクポ。それを覚えてるんだね。もちろんシャンメイさんはモグのことを覚えてるクポね。このモグリ族の正体は、1、どう考えてもモグリ、2、やっぱりモグタン、3、モグリなんてどれも一緒。外見はごめん、みんな一緒に見える。モグリンだったかな。どう考えてもモグリン。あ、違ったっけ。合ってる。あー、違った。ひどすぎる。おおデフなモグリン様と見間違えるなんてひどいクポ。モグは白亜の宮殿まで案内したモグタンクポ。あ、モグリン様はあの長老の人か。ところでお友達まで連れてきて、今日は一体どういった用事で雲海に来たクポ。フレースベルブさん。なるほどクポ、聖竜様に助けを求めに来たクポね。ちゃんとラッパー持ってきてるクポ。この風向きならきっと白亜の宮殿のてっぺんでラッパーを吹き鳴らせば聖竜様に届くはずクポ。それはよかった。ではすぐにでも白亜の宮殿に向かうとしよう。うん、すぐ向かいたいところなんですけどね。クポ、すごいことを聞いちゃったクポ。モグリン様に報告クポ。すごいこと。いや、モグシン大変そうクポ。そう、ほんとね、地図がね埋まってないんですよ。ちょっとだけ埋めてっていい。どこまで埋まる？ここ入ったら全部埋まると嬉しい。どうだ？あ、全部埋まらない。この流れのまま行ってしまうか。クエアを受けちゃったりと。これで全部開くか。こっち側開いたね。どうしようかな。地図開けたところでちょっと白亜の宮殿までワープするか。一回弓のクエスト、ちょっと弓のクエスト先にやっていいですか。というわけで弓のクエストの場所までワープです。さて、とりあえず指定地点までやってまいりましたので、ここで待機。レベルが結構危ないかな。
カも回る。近くの敵を拾っちゃわないように気をつけないとね。毒を結構食らうね、ここ。どうでしょう。順番にやっていくやつ。ちょっと待ってね。ここなんだっけ。あ、水場に座るやつか。あれは後回しでいいか。なんかクエスト発生してるの。指定地点は左。とりあえずこれちょっとほんわり受けちゃうかな。お、レベル54クエスト、勇気の報奨。ランドロード以降のモグレオはまたまた困っている仲間を見つけたようだ。いろいろくれるけど、モグレオ待ってたクポ、見るからに困ってるモグリを見つけたクポ、今度こそモグだけでやってみせるクポ、護衛団モグリに話しかけて事情を聞いてみて。こう護衛団モグリさん、ううもうダメだクポ、しっかりするクポ、一体どうしたクポ。巡回中にふと目を離した隙に、隙にどんなひどいことがあったクポ。木にぶつかったクポ。心配して損したクポ。もうダメだクポ、クポの実を食べたら元気が出る気がするクポ。ずいぶん大げさクポ。まあ困ってる仲間がいたら助けるクポ。早速作戦会議クポ。何の作戦を。頭を打ったときはあまり動かすといけないクポ。それにこの周りは魔物がうようよしてて危ないクポ。モグがここで守っておくクポ。今回もまた一人で助けられないのは残念だけど、君にクポの実を持ってきてほしい。確かクポの実はモグモグホーム南のモグシアが管理してるクポ。事情を説明したらきっと分けてくれるはずクポ。とりあえず指定地点。サンソンさん、この間セリフ違う。モグチャらしき姿は見当たりませんね。ここで何かが起こる。見つからないですね。てっきりモグチャを探せというモグリン様のメッセージかと思ったのですが、まさか君がモグチャさん。クポポ、一体誰クポ。モグをいじめるつもりクポ。いいえ、いじめはしないさ。君はモグちゃんだね。なんでモグの名前を知ってるクポ。君たち何者クポ。クポポ、終焉の戦果を探してるクポ。モグと同じクポ。モグは
歌が大好きクポ。空の地に響く歌声、円と広がり、近づくものを破壊せん。村にそう伝わる戦果を探してみたいってお願いしたら、心から信頼できる仲間と一緒じゃないとダメだってモグリン様から諭されてしまったクポ。モグリンは仲間がいないからダメらしいクポ。一緒に行くか。なあ、出会ったばかりだが、俺たちはみんな戦果を求めている。共に終焉の戦果を探す仲間になれないだろうか。モグと一緒に終焉の戦果を探しに行ってくれるか。うん、クポー、モグにも仲間ができたクポー。すっごくすっごく嬉しいクポー。そうと決まればモグモグホームに戻るクポー。モグリン様を説得するクポー。戻ってしまったね。こいつは後回しだな。これなんだっけ、穴場。これなんだっけ、水辺。あとは報告。とりあえず行ったことないけど、ちょっとそこも行っとくか。そこマップも開いてないし。え、こんな結構町みたいになってんだね、これ。初めて来たけど。あ、そうそう、宝箱があって、なんか拾ってきてねみたいな。なんかクエストあんの。ふふふ、こういうのは上から探すと早い。範囲結構広いね。意外と見つからないね。あ、あそこにある。拾ったらいつももう範囲が狭くなってくれないかなって。そこのグズグズモグリさんはどうしたんだい？降りたい。降りたい。よいしょ。レベル55クエスト、全財産を取り返す。手紙の家のグズグズモーグリは落ち込んでいるようです。お散歩してたら指輪を落としてしまったクポ。エルダーシリクタが拾ったのを見たけど取り返してくれないクポ。え、エルダー、あ、下の生き物。間違えた。ついでに宝箱。宝箱あと2箇所か。エルダーなんとかさんは、シリクタさんは、いるから、まあどの子でもいいか。何歳？こいつ上から一方的に見てる。あ、でも移動しちゃうんだ。え、向こうからじゃないと来れないんだ。2箇所。
外とここひどいね。あんまり橋はないと思う。ピカの指輪がゲットできました。すごい、あと2箇所の宝箱が見つからず。あ、発見。これであと1箇所か。どこだ。見てないとこってだんだん分かんなくなってきた。ここは見た。おや、ピカピカの宝箱裏、え、なくない、この中と。ちょっとまずちょっと指輪を渡す。グス、お散歩してたら振り返してきたよ。取り返してきてくれたクポ？これはクポの実42個と交換したモブの全財産クポ。ああ、本当によかったクポ。ありがとうクポ。よかったね。コンプリート。いや、そうじゃない、あのピカピカの宝箱。建物の中とかってある？入り口とか。そう、端から考えてる。ここは、上はさっき見た。この辺はもう範囲が。おやおや、あのすっごい上とかどうだろう。さっき見た。あるね。これで全部か。あとはもぐもぐフォームかなんかで報告かな。よし、ついでにここちょっと回ってくるわ。こんな方あるんだね。こっちとか全然開けてないから。いいや。どうだ。このクエはどう？下？下っぽい。この辺。お、嫌なとこに君はいますね。じゃあプカプカモグリさん。レベル55クエスト、メキメキ層まで飛んで行け。モンステリアでプカプカモーグリが倒れていた。上、お友達が熱を出しちゃったからお薬の材料を取りに来たけど探し疲れたクポ。モーグの体力はもう限界クポ。代わりにメキメキ層を取ってきてほしいクポ。モンステリアの南東にあるはずクポ。歩いてはいけないけどモーグみたいに飛べば楽々クポ。これはもう飛べるようになってからの限定的なレッスンです。フライングマウントがないと解放されてないといけないっていう。この辺、そこか。だあ、ちょっと待って、一体拾ってるよね。横から拾ってる。
面倒くさいことになってる。よし、いいかな。今度こそいらない苦労を背負ってしまった。よし、これで続きがあるぞ、クエスト。よいしょ。ここもおじさん。メキメキそう、クボ。ありがとう、クボ。でも、モグは疲れ果てて、まだ動けそうにない、クボ。モグモグフォームのせわせわモーグリに届けて、クボ。あ、これで完了かな。あれ？続きがありそうだが、まあいいや。とりあえずじゃあ置いておこう。ちょっともうちょっと開けていこうか。この辺とか。だって右上ってさ、まだある。誘いないのかな。地図が切れた感じになってたら、あ、そういうことだ。地図がちょっとちぎれた感じになってるところはまだあると。へー。でも何かの、あのエリアの下だね。特にクエストはないから、結構一気に開きましたよ。で、南下しつつ、おお、結構この上、主に何かクエストこの上？上？ここ、あ、ひらひらモーグル、こんにちは。レベル55クエスト、サルウーム歌手のいたずらっ子。サルウム歌手の付近のヒラヒラモグリはくったり疲れているんです。もうしんどい、クポ。逃げるのも限界、クポ。いたずら者のドラゴネットに追いかけられて困ってる、クポ。すごい勢いで追いかけてきて怖くて仕方ない、クポ。ドラゴネット4体くらい懲らしめてほしい、クポ。はい、あ、乗るまでもない、乗るまでもない。ドラゴネットさん、あ、結構そこらにいる。あと一体、続けたよ。あ、これをここで報告でいいんだね。助かった、クポ。これできっと氷田に違いない、クポ。いくらモグが愛くるしいと言っても追いかけ回してお尻の毛をむしるのはさすがにやりすぎ、クポ。これ食われようとしてない？お尻の毛っていうか。コンプリート。よっしゃ、もう一個クエありますが、近くに受けるとこまで行ったら終わっとこうかな。いる？あ、いる。ジルジュモグリさん。レベル55クエスト、タイガの産卵地。サルウム歌手のジルジュモグリは怯えているようだ、ジュジュ。誰でもいい、クポ。助けてほしい、クポ。
サルウーム歌手を見学してたら怖い目にあったくぼ。この中にガみたいな魔物がいるくぼ。あっちこっちに卵を産んでるみたいで怖いくぼ。どうにかしてほしいくぼ。どうにか。これもやっちゃうのもありかな。いやでも今回はここまでにしとこうか。よし。では、ご覧いただきありがとうございました。次回はこの続きからやっていこうと思います。では失礼します。